ウィークリー声の架け橋。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、秋の香りです。さて、新型コロナウイルス感染症が今もなお世界中で猛威を振るっています。どうか引き続き感染防止の意識を高めてお過ごしください。それでは今週もウィークリー声の架け橋をお楽しみください。今週は2018年からスタートした東京国際合唱コンクールから素敵な歌声をお届けします。お楽しみに。ウィークリー声の架け橋、この番組は中央区の提供でラジオシティ中央 FM よりお送りいたします。改めましてこんにちは、秋の香りです。今週は東京国際合唱コンクールから素敵な歌声をお届けします。このコンクールは中央区と東京国際合唱機構の共催で、これまでに2回開催されています。いずれの回も晴海地区にその素敵な歌声が響き渡りました。それでは早速その歌声をお聞きいただきましょう。最初にお届けするのは、アンドン少年少女合唱団の歌声です。こちらの合唱団は2011年に韓国で国内初の小中学生からなるプロ合唱団として創立されました。創立されて間もない合唱団にもかかわらず、2014年の世界合唱祭にて銀賞、東アジア国際合唱フェスティバルにて金賞を受賞しています。今回お届けする曲はサルベレジーナです。どうぞお聴きください。Thank you.
かがでしたか？次にお届けするのはジュエルコールの歌声です。こちらの合唱団は1977年に大阪・堺市の PTA コーラスより独立し結成した女性合唱団です。数年ごとにリサイタルを開催し、常に向上心を忘れず楽しく歌うことを目標に頑張っています。今回お届けする曲は三原やっさ節です。どうぞお聴きください。いかがでしたか？次にお届けするのは京音中学合唱団の歌声です。こちらの合唱団は香港の女子学校京音中学の1950年代から続く伝統ある合唱団です。国内外の音楽フェスティバルに精力的に参加し、香港学校音楽フェスティバルでは優秀女性合唱団に選ばれました。今回お届けする曲はブルーバタフライです。どうぞその歌声をお楽しみください。Oh.
いかがでしたか？次にお届けするのはライフプランニングセンター新老人の会コールバンダナ&コールアミカの歌声です。こちらの合唱団は医学者日野原茂明先生の75歳から新しいことを始めようの考えで設立された合唱団です。東京支部のバンダナと神奈川支部のアミカはみんな仲良く活動をしています。今回お届けする曲はネムの木の子守歌です。どうぞお聴きください。いかがでしたか？今回お届けした曲はいずれも2018年の大会で披露された歌声で、安東少年少女合唱団によるサルベレジーナ、ジュエルコールによる三原やっさぶし、京音中学合唱団によるブルーバタフライ、そしてライフプランニングセンター新老人の会コールバンダナ&コールアミカによるネムの木の子守歌、以上の4曲でした。さてお届けしている東京国際合唱コンクールですが、今年の9月に第3回目の開催が予定されています。会場で歌声を聴ける日が今から楽しみですね。